どうですか今度堀コーチと。堀コーチと初めてやるので、ダブルスはやったことあるんですけど、冷静に決めてくるので勝てるように頑張ります。冷静な堀に対して情熱のののかで、はい、はい、頑張ります。どうですか。そうですね、フィジュアルコーチが僕されてしまったので、先輩である僕が頑張ってリベンジしたいと思います。先輩がね、ちゃんと後輩の分を取ってあげなきゃいけないからね、はい、そうです。よし、打倒ののかで行きましょう。頑張ります、はい。これか、冷静に決めてくるって。そうですね。何も喜んでない。どうですか、ここまで小島コーチ、はい、ここまでどうですか。ポイントが引き離せないそうだね、確かにもう一歩本当に取るのが大変で、なんとか食らいついてる感じですね。でもね、しっかりできてるからすごい良さそうに見えるけど、感じはちょっとこのまま頑張っていきたいと思います。冷静さを大事に、はい。
や誰も取れません。あれはナイスショットだった。離されないように粘っていきたいと思います。こっからだね、はい、話したと思ったらちょっと食いつかれてるんで、はい、頑張ってまた広げます。なんか作戦は粘る、はい、粘る堀さん、堀コーチ以上に粘る、はい、OK。粘ったね今の、はい、緊張する。
持ち出してきたね。はい。今バックハンドに回り込んだね。はい。得意分野な。得意分野。いやー、こっちもこっちじゃあ、フォーカットめちゃめちゃ疲れましたすごい粘りづらかったんで、私自身もミスしないように多少頑張れたと思います。多少はい、ね、でも藤原コーチとは違った攻め方でね、なんかペースは藤原コーチの方があったかもしれないけど、なんか逆にスローなペースの使い方がね、堀コーチうまかったね、はい、すごいうまかったです、ね、ミスしない感じが溢れ出てました後半気持ちがめちゃくちゃ出てた冷静な堀コーチ。いやもう何言ってもミスんないなと思ったんですけど、ミスってくれるまで粘り続けようと思った結果が負けちゃったんですけど、まあ、いい試合になったかなと思うので良かったです。じゃあ次は、次こそリベンジを、はい、まあ、次こそは、まあ、もう一本追い返して勝ちたいと思います。お、期待してます。ありがとうございます。ありがとうございました。